はい、ほんじゃ50歳の元トラック運転手が語る若者へのメッセージいうことで始めてまいりますけども、おみな元気そっか山ちゃんや久しぶりやないうことで、今日は大手の運送会社、元請けの運送会社の下請け、まあこういう運送屋に入るのはやめとけと、まあまあこれについて話していこうかなと思うんですけども、おいおい何を言うとんねん、大手の専属とか大手の下請けとかやったらいい仕事でいいんじゃないのと、まあまあこういう意見もあるかとは思うんですけども、まあこれはあの私の経験上のことを言わせてもらいます。まあ当然ね、あの大手やとしてもまあまあ下請けやとやっぱりその仕事の質とかがあんまり仕事が回ってこないとか、まあまあそういう話もあるんですけども、今日はちょっとそういう話ではございません。あの私自身が実際にあった話なんですけど、まああの大手ではないんですけども、とある企業のまあ専属の運送会社、まあ元請けですよね、そこのまあ下請けとしてあの派遣で行ってたんですよね。派遣でそこのトラックを乗ってた。だからユニフォームもその先方のユニフォームを着て、パッと見は何々運送の人なんですねいうような感じでね、実は全然違う運送会社なんですけども、まあ常用型派遣という形で行っておったんですけども、まあ確かにね、まあ同じ服着とってもやっぱりその派遣っていうのもあって、まあ下請けですからやっぱり回ってくる仕事っていうのはちょっとやっぱりちょっとワンランク落ちる仕事になったりはするんですけども、まあそういったことはね、もう先ほども言いましたけど、まあ繰り返しになりますけども、そんなことは大した問題ではないと。何が問題かというとね、その常用型派遣、そうなると何が変わってくるかって言ったら、やっぱこの金がやっぱりね、変わってくるんですよね、金がね。まあ何が変わるかというと、まあ当然給料という金も変わってきますし、そしてその元請け企業はボーナスがある。しかしその下請けをそんなね、10人ほどの規模の運送会社ですわ、そっから派遣で行ってましたから、そんな運送会社にボーナスなんてあるわけがなくて、そしてね、毎年6月と12月のボーナスの時期が来ると苦虫を踏むというか、まあね、ちょっと苦々しい思いをしとるという、まあまあそういうことがございました。そしてやっぱりそのまあ、ちょっと下の仕事もあったら、まあ同じ仕事をやってる場合もあるのね、そのね、元請けの運転手さんのね、同じ仕事ね、のローテーションに入って回してるっていうこともあったんですけども、やっぱりね、そうなると人間ってね、やっぱりええ方に行きたいなっていう思いがやっぱり出てくるわけなんですよ。それはどういうことかというと、こんな10人規模の下請けのボーナスもろくにあらへん。片やその元請けの運送会社はボーナスもある、給料もいい、そういったところでやっぱり差が生まれてきおるわけで、どうせやったらその元請けの運送会社に入りたいなとかいう思いが出てくるわけなんですよ。そうした時にそのね、専属のまあ運送会社であったり、まあ私みたいなその常用型派遣という感じで行っとったら、なんぼその元請けのところが募集をかけ取っても面接すら行けないんですよ。それはなんでかと言うたら、そこでその元請けがもし私が行って採用されてしもたとしたら揉めるわけなんですよね、そのね、運送会社とね。何が揉めるかというと、要するに元請けさん、うちの運転手さんを引き抜かないでもらえますかと、まあまあそういったことでちょっとね、話がこじれたりすることがあるんで、その元請けさんが募集してたとしても応募すらできないし、応募したところでも絶対取ってもくれないと。それは当然ね、その下請けの運送会社が潰れてしもたりしたらね、引っ張ってもらえたりとかいうことがあるんかもしれないんですけど、まあね、それを待つというのも手ではあるんですけども、私の時はとりあえずそれがものすごい苦々しく思って、とりあえず元請け会社に入るにはとりあえずその今その常用派遣で行ってるその運送会社を辞めて、まあやっぱりもう3年ぐらいちょっとどっかうろうろよその運送会社を巡って、それぐらいのちょっとほとぼり期間を経て、ようやくまあまあ募集しとったら応募ができるかなというそういうことがありますんでね。だからもう入るんやったらもう元請けの運送会社に入りましょう。元請けのね、もうその直の運送会社、
別に大手じゃなくてもいいんですよ。まあ私が言ってたところは別に大手ではございませんでしたけど、結局のところその下請けとかに入ると給料は安い、まあまあ仕事はもう質も悪いで、ボーナスない、まあその他いろいろやっぱり不利な点が多い、なんかミスしたら あそこの何々運送のやつらは程度が悪いとかでいうふうに見られるんですよね。私は別にミスはしてませんでしたけど、私の同僚らがもういい加減なことしてミスをしたりとかしたら、あの何々運送のやつらはそういうレベルが低いやつらと見られてしまうという、そういうことがございますんでね。だからまあ入るんであれば、やっぱり元請けの運送会社にも直接入ると、その元請けが入れへんけども、あそこの仕事のやってる運送会社があるんねん、どうやとか言って紹介されたとしても、そこの直でないなく下請けであるんであればもう行ってはダメ。それやったら全然関係ないところで働いて、その運送会社、行きたい運送会社が募集出るのを待つという、それがいいかなと思います。そうしないとその行きたい運送会社には入れない、下請けに入ったりその常用派遣とかで行ったりとかいうことをすると、行きたい運送会社に入れず、いつまでたってももう下請け給料安いボーナスなし、片やボーナス50万とかもうてんのに、こっちはもうボーナスが1万円ぐらいしかもらえへんとかいう、まあまあそういうことがね起こってきおるんでね。でなんでそんなこと思うかというと、とりあえずその常用派遣とかやったら元請けのその社員さんと同じ仕事をやってるんよ、全く同じ仕事を。ほんでそのシフト表もその社員さんと一緒に組み込まれて同じように回ってるのに、給料が違う、ボーナスがない、その他もろもろ条件が悪いっていう風になってしまうと、なんかほんまにアホくさーなってきおるっていうのが実際のとこですね。うん、だから今日言いたいのは、入るんやったらもう行きたい運送屋にも直接行きなさい。その行きたい運送屋の直の仕事をやってる運送屋が募集してるから同じような仕事ができますよっていう話があっても行ってはダメです。それはね、その元請けの運送会社と同じ給料をもらえるんで あればまだ話は別ですけども、そうでないのであれば何のメリットもない、もしかしたら社会保険もないとかね、まあ、そういったね福利厚生の問題もあります。そういうところで絶対に中小の運送会社というのはものすごい不利になりますんで、行きたい運送屋があるんであればね、とりあえず特にその元請けの運送会社、元請けの運送会社に行きたいのであればもうそういったねちょっと脇道にそれて、あそこの仕事は、仕事やし、あそこの仕事の下請けの運送会社に入っとこうかなとかっていうのではなく、その元請けの運送会社に入りましょう。まあただまあその わしの言っとった運送会社、まあ自動車部品のね大手の下請けの直の運送会社でしたけども、まあ車は乗り回し、それは覚悟してくださいという、まあまあそういう話ではございましたけどね。まあまあそういうなんか嫌な人もおったら、まあそういう人はもう下請けの運送会社行ってください。まあやっぱり大手やと大手で、やっぱりそうやって乗り回しであったり、車載の車内映すドライブレコーダーがついておったりだとか、まあそういうこともありますけども、そういうことを跳ねのけても給料がいい、ボーナスがいい、福利厚生がいい、そういう運送会社に入りたいんであれば、元請けもしくは大手に行った方が絶対安泰ですっていうことを言うて、今日の話は終わりにしようかなということで、山ちゃんでした。よろしく。どうも。